え皆さんこんこにちはレック専任講師の佐藤です、えー、と本日は、えーとね、2019年度の合格者を、ね、招きまして、えー、と私のクラスの合格者であるところの鶴田さんに、えー、秘訣をねちょっとお話をしていただきたいと思います。それから、えー、と体験記というか体験談ですねでこれをに従ってあの、まあ、これから受けようと思っている方それともですね、えー、とまだスランプに陥っている方ね どうやって彼は塗り切ったのかってことについて、まあ、聞いてもらいたいと思っております。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあまずね一番最初に動機なんですけどね。まあいろんな資格あると思うんですよ。で、我々弁理士ってまあ知名とかねどちらかというとないっていう感じなんだけども、んなんで弁理士をまず目指そうと思ったんでしょう。より、はい、もまずなぜこの資格を知ったのかな。そこからまず行きましょうか。そうですね。はい。まあ弁理士っていう言葉を知ったのはですね、そうですね。ああ。 当時なんでですすけれれどもあね菅直人議員ですね菅直人議員が当時目立ってた頃の時期、うん、まあ大体私が小学生ぐらいですかね、うん、の頃でなんかその方がいらっしゃるということで、うん、まあこの人は弁理士だという話をなんか親に聞いたんですね、うん、でじゃあ親に「弁理士ってなんだ?」って聞いた特許に関する仕事をする人なんで、まあ、この人はその東稿台を出て弁理士になった人だという話を聞いてその「弁理士」という言葉は頭の片隅にはずっと、うんうん まあ入って知ってて知ましたっていう感じですねうん、うん、ああ資格の名前は知っていたんだけども、はい、目指そうと思ったのはどうしてなんだろうで基本的に理学系ではないよね。そうですすね法学部ででから弁理士をやろうと思ったきっかけはどういうところにあるんでしょうか、うんまあ、そうですねちょっともう話がすごい長くなっちゃうんですけれども、うん、まあ最初自分大学卒業してまあ就職活動がなかなかまうまくいかなくてですね、うん、まあ最初に入った会社もそのすぐ辞めちゃったんですね。うんうん でもうすぐ辞めた後に今度オーストラリアにまあ高飛びしたんですけれども、まあ、ワーキングホリデーってやつですねいわゆるだけどまあちょっとそれも長,き長続きしなくてすぐ帰っちゃいまして、うん、でその後じゃあやっぱ再就職しようって就職活動したんですけども、うん、まあそれもなかなかうまくいかなかった、うん、じゃあもうこのままずっとニートに行かなきゃいけないのかどうしようって思った時に、うん、ああもう国家資格しかないなっていうところで、うん、まあ資格から まあそれがまあ何て言うんですかね資格の勉強を始めたきっかけっていうのがそもそものきっかけですね。ねはい、まずまちはじゃ資格を取ってなんかそう専門の主語をつけようと思ったんですね。あまあそうですねはい。まあ特にその当時は。えー ちょうどあまり良くない頃なのかな。リーマンショックになって、そのリーマンショックが少しはじけて、まあ少し社会落ち着いた頃かな。まあそうですね。アベノミクスが始まるちょっと前ぐらいで、うん、まだな、うん、今みたいな大量採用っていう時の一歩前ぐらいという時でしたね。そうですね。確かに今今大量採用なんでしょ。そうですね。世界的にはね。はい、まあ自分の絶対数は少ないけど、うん、それでも今は結構大量採用なんだけど、うん、その時はそうでもなかったっいうことですね。 でそれで何かの資格を、まあった方が、えーっとまあえー、良いんじゃないかと思って考えたんだけど、まあ、なぜ弁理士だったんだろうっ、はいまあ、文系で法学部だったら弁理士っていうのは知財、まあ、部でも入ってたっていうのはねちょっと話は別なんですけども、うん、なぜ弁理士を目指そそうううと思ったんででしょうまあそうですねまあ先ほども言いました通り、うん、その法学部だったので。うん まあなんか法律の仕事がいいいかなっていうことをままず考えました、うんでまあ、法律の資格にもまあいくつかあると思うんですけども、うん、まあ先ほど申し上げた通り、まあ弁事士は発明について扱うということで非常に法学の中でも何て言うんですかね新しく権利を作るなんか新しく何かを作れるんだっていうところになんか非常にまあ面白そうだった、まあ、理系ではないけれども、うん、まあそこは後で頑張るとしてまずはその面白そうだったなっていうところで、うん、まあ そうまあ、弁理士がいいかなっていうところで、まあ、まずそこ始まりまして、うん、じゃ早速そのまあ弁理士ってどういうのだろうっていうふうにその本屋に行ったんですね。うん、で本屋に行ったところ、まあ、自分の,その出た大学の OG が書いたそのなんか「弁理士とは何だ?」っていう本を見たところですね、うん、まあなんか弁理士っていうのはその特許だけじゃなくて。 まあ商標も扱えて衣装も扱えてビジネスモデルも扱えるんだみたいな話を見てこれは本当に面白いんだろうなっていうのを思ってもう弁,士,弁士に決めましたそれでじゃあ,あの大学の時代の時に特に石材産権とか、えー、と工業所有権とか当時の科目言ったかどうかわからないけどもうん、うん、やったことはないんでしょ全然なかったですねその、うん お恥ずかしながらその大学にもその知的財産法の先生いたんですけれども、うんうん、どうもなんか単位を取るのが非常に厳しい先生だっていう噂だったのでちょっと大学時代はその時は避けてたと避けてたんでまあ全然その時は考えてなかったですねなるほどねまあそうだよね大学時代でもまあやってたといってもよし四年次ぐらいだいたいやるので、うん、まあそうなんですよねあんまりなかなかね、うん、あの中心科目として勉強するかというとあんまり 特殊な証を除いてはしないかも。まあそうですね,ね。そんな感じはするんだけども、じゃあきっかけはそこなんだね。はい。で、うんとじゃあまああのベネシュー受かるためにはある程度なんだろうな、パーセンテージも結構まあ低いしね。う今八パーとかそのくらいでしょ。そうですね。で、あのまあ当時もそのくらいだったと思うんだけども、で予備校使わなければ難しいと思うんだよね。でその時になぜレックを選んだんだろう。そうですね。うん、まあまずちょっとこれは個人的な話になってしまうんですけれども。はい まあ最初に考えたのはやっぱり自分の家から近いっていうことをまずは考えましたね。うん、で実はですねあの昔自分ですねあの、あのー、ちょっと公務員になってみたいなっていう時も思った時期もありまして、うん、その時にその何ていうんですか友達が新宿の予備校に行くから一緒に新宿の予備校行こうって言って行ったんですね、うん、でもちょっと自分の中で新宿ってちょっと遠くてやっぱ通うのが辛くて、まあ、ちょっと、うん。 しんどかったなっていうことで挫折しちゃったという経験があったので。まあ自分の家に一番近い予備校っていうところを、うん、まあまず選んでみようっていうところで。まあなんていうんですか、渋谷の予備校っていうのがまず頭にありました。うん、で、まあその中で、じゃあなんで佐藤先生を選んだのかっていうところなんですけども、うん、まあ実際に。そのレックの渋谷校に行きまして、その佐藤先生と。まあ面談をしたところ、うん、まあまず佐藤先生法学部だっていうところで。うん、まあ自分も法学部で、まあちょっとなんか似てるなっていうところはありました。うん でまあ佐藤先生元その大企業を務めまあ自分もまあ一応大企業に元務めてたってところで、うん、まあそういうところにもなんか似てるなっていうところがありましたであとまあ佐藤先生のお子さんの行ってる高校と、うん、まあ僕の行ってる高校まあほとんど まあ同じ高校というか系列校でまあちょっと似てるというところもあって何ていうんですかねそういういろんな共通点があるからこそまあ佐藤先生に教われば何ていうんですかね勉強しやすいなあとはいろいろ質問もしやすいなっていうところでそのレック渋谷校に まあ即決いたしました、うん。そういう理由で選んでくれるんだ。<laughs> そうなんですね。かなり個人的な理由がいろいろ折りまざってますね。ねはい、あの時も覚えてるけどね。はい、そんな感じでなんか話したかなと思うんだけども。はい、で多分僕はその時にえっと難しいけど2年あったら受かるって僕言って記憶あるんだけど。あまあそうですね。でも実際上そのくらいかかってないかそこらで受かってるんだよね。まあそうですね。はい。うん、でこの試験ってやり方によってはなんだろうな。 時間かかる人もいる一方で早ければ、まあ、1年はねさすがなかなか難しいかもしれないけど、うん、中にはいらっしゃるんだけどね、うん、だけどあの仕事をやりながらって話になると、まあ、2年あれば僕は受かるとは思ってるのね、うん、実際どんな仕事をやってても2年あれば受かると思ってるんだけども、うん、うんとまずどうかなレックの、まあ、さっきで講師は僕を選んでいただいたんであれだけど、まあ、講師あるいは教材についてどうだったんだろうかなっていうのをちょっと聞きたいんですけど<ー>まず講師はどうだったんだろう。 そうですねなんかその特になんかこれがすごく印象的だったっていう話をするのはちょっと難しいんですけれども、うん、でもなんか知らないんですけどその佐藤先生の話した言葉がなぜか頭に残っててとあるきっかけととしててふと頭にがってくる時があるあんんですね、うん、なんか知らないですまあ例えば他の人といろんな例えば特許の話をしてたら佐藤先生例えばこんなこと言ってたなっていうのがふっとよみがえってくるみたいな。 まあでもですね特に印象的だったのはやっぱり今年の試験でしたね今年の試験,今年の,試験今年の論文の衣装の試験ですね<ー>その論文衣装の2問目っていうのがその特許法と衣装法まあ衣装ですから衣装の存在意義について、うん、その特許法と商標法と比べて、うん、その、えーまあ、衣装の存在意義について答えようっていう話でさ、うんざんその佐藤先生っていうのはそのまあ何ていうんですかね えっと衣装はその、まあ、創作法と創作説と物品混同説と受容説というのがあって、まあ、創作説というのは特許法的だと受容、うん、説というのは商標的だと、うん、あごめんなさい受容説じゃないですね物品混同説は、うん、え商標的だとで受容、えー、説はその折衷だみたいなお話をまあ散々されてて、うんうん、もうその試験中にふとそれが。 もう頭に入ってきてたんで,すであこれは描けたなっていうのがもう何て言うんですか瞬時に分かりまして、うん、まあなんか今年の衣装ってなんか僕の周りで聞いた感じだと非常に何言ってるか分かんなかったっていう話が結構多かったんですけれどもその中でも自分は結構衣装結構楽々かけてよかったなと、まあ、まさに佐藤先生の,そのまあお話というか踏み一歩踏み込んだお話っていうのがあったおかげでなんか今年は合格できたのかなっていうところがありました。 あまあ、衣装そうだけど最近の試験、まあ、特に、まあ、特実は、ね、あまり変わらないのかもしれないけども特実はちょっと違ってきてるのかもしれないけど衣装に関して言うならば何だろう根幹的なことを知ってるかどうかっていう問題が最近増えてきた感じがあるんだよね、うんうん、何気じでしたね。うん だからこそそのやっぱり佐藤先生結構根幹的なとこを結構教えてくれるというところもあるので非常に何て言うんですかね今の試験にはマッチしているというところがあったのかなと思いますね。うん、でちなみにあの教材はどうだったんでしょう入門講座の教材とかあるいは論基礎単基礎ってこう分かれていくと思うんだけどもそれの教材ってどうだったんでしょうそうですねああの、うん、まあ なんてんていうですかね受験生当時はもうとにかく書いてあることをがむしゃらにやんなきゃいけないかやってたんで、うんうん、もうなんていうんですかねなんかその感想を述べよって言われるとちょっと難しいとかあるんですけど、うん、まあちょっと試験が受かってちょっと受かったあとで結構余裕ができたって心に、うん、まあ最近いろいろその基本書を結構読む機会が、うんはい いいっぱいあるんですけどもやっぱり基本書っていうのは何、まあ、て言うんですかねいろんな説がごちゃごちゃと書いてあって、うん、外国の判例も書いてあって、まあ、なかなかその何て言うんですかね、まあ、よく独学で勉強するなんていう人がいてそれで基本書を使って読むみたいな人もいますけど基本書だけで勉強するっていうのはやっぱ難しいなっていうふうに思ったんですね。うん、っていうことはやっぱりその点で考えると、うん、レックのテキストっていうのはその便利試験を受かるためには、うん、まあ最低限 身につけるべきことがまあ体系的にやっぱ書いてあってて、うん、やっぱ非常にそれで役に立ったのかなっていうのは思いましたね。うん、でなんだろうなレックの中のその教材もそうだけど僕は自分のレジュメを作ってるんだけどあの自分のレジュメどうかな。あそうですねえー、っと佐藤先生のレジュメは、うん、まあアドバンステキストまあ見ていたんですけれども、うん、まあ確かにえー、っと入門のレジュメですね、うん、入門のレジュメはその まあ入門、まあ、アドバンステキストの前にその入門テキストっていうのを確かにレジュメつけておりましたよね、うん、その時にまあ体系的なことが書いてあってそれでですねあ,あそう確かに論文の時もなぜか入門のテキストだったのに論文でも普通に使いましたに、ねうん、もう佐藤先生の細かいこと非常に書いてあったんで、うん、だ先ほどの衣装の話も。 確か入門の入門のレジュメに書いてあって、うん、やっぱりそれも論文では役に立ったなとは思いますね、うん。なるほどね。でそういうのが良かったということなんですかね。ねはい、ちょっと <laughs> まあ自分でもわからないけども、あのー、そうね。で一番勉強の中で難しかったのは試験だと何だろう担当とか論文もし分けるんだったら何が一番まあ あ,のある一点でこれ行くとそんなに試験って難しくないんだけども、うん、あのそこに行くまでの壁ってあるじゃないですか。うん、で一番その壁だったのは僕は担当だったんだけど、うんんは何なんだろういやでも担当ですね担当。やっぱ担当いや何て言うんですかね何でかっていいますと、うんうん、論文の、まあ、勉強法って。 っていうのは、うん、自分の中では、まあ、ある程度分かっているんですけど。いま、うん、だに担当って、何勉強すればいいか。正直言うと、わからないっていうか、<ー>もう、とにかく。がむしゃらに知識を詰め込むっていう。イメージしか、いまだに担当はなくて。うんうん、やっぱ、担当のが非常に難しいなという印象はありますね。まあ、ね、担当の場合だって、パーセンテージでも、えっ、ー、と、十パーとか、そのくらいになっちゃうけど、論文なると、25パーだっけ。うん、くらいは、受かるんで。例えば、担当のは難しいだろうし。 あとは何だろう条約とか条約とか細かいとこも出てくるし論文出てこないとこも出てくるしあとは何だろうな今免除あるけどで免除に戻ってきた人も受ける試験だったりするから、うん、結構担当って新しく受かる人がなかなか難しい試験でやることは確かかもしれない、ね、ですねもう一回担当受けろって言われたら嫌ですね、うん、僕も、うん、担当やっぱり難しいっていうのは昔も今も共通認識なのかな、ねうん、僕も担当はは難しいと思ったな、うん、で論文は 担当さえできちゃうとそこまでっていう気はあるんだけど、そう,そうですね。あとは書き方とか時間配分があればある程度いけるのかなっていう感じをするんだけどね,、うんね。同じですね。まさに先生授業中そんなことをいつもおっしゃられていて、うんうん、本当かよって思ってたんですけど、うん、本当でした。はい。うん、そうね。やっぱりど担当はいかに早く受かるかっていうのとよく理解して受かるかっていうのが一番この試験が多分あの司法試験なんかと違うところはそこかなっていう気はいつもするんだけど。うん そうですねなんか、うん、やっぱ担当受かっちゃうとなんかあとはもうなんか楽というか壁を越えたなっていうのはありますね,、うんうん、ねそこのところの壁がなかなかこの担当の壁をこじ上げるのがすごく僕はこれ大変だったなっていう気はするけど論文はそこまでではなかった記憶は自分ではあるんだけど、うん、まあ今も同じなのかもしれないね。今も一緒だと思いますちなみにこうスランプってあったのかなススラランンププですか、まあスランプって っっていいううスランプははあったかどうかはかどわらないんですけどでも勉強を始めた当時は本当に便利士でよかったのかなっていうことで毎日発狂はしてましたね毎日というかまあその周りの友達はもうみんな働いて家族を持っている中で自分は一人そんな今更受験勉強かよっていう中でその選択は 正しかかったのか自分は本当に弁理士でよかったのかっていうのを考える時はあったっていう意味では、うん、そのまあスランプというか、まあ、モチベーションの維持っていうのがなかなか難しかったっていうとこは、うん、初めはありましたね。最初の段階でそうだだったんだ、うん、僕もそうだな僕はやり始めた時は会社にもうちょっといたんであんまりその時部にいたんで感じなかったけども最後受かる年に辞めてしまったんだよね。うん、辞めててしまって 生活だか,か,から <laughs> スランプも,もうないっていう感じでやってたんで、まあまあ、そ,うそうで何、ねうん、かそれは大変だったなっていう気はあるんだけど受かっちゃったらねいいんだかよかったんだけど <laughs> その時どうしようかなってもし落ちたらねって今でもそれは思う時はたまにあった、ね、う,うですよ、うん、ですよねで。で意地はどうしたかっていうとなんだろうなこういうのないから一回こう上がって下がったって経験ないのかな。僕は一回上がって えー、僕の場合長かったんで上がって分かるなと思った年に論文起こっちゃってそこから一回下がってで会社も辞めてしまってってなるとこう何ても気持ちとあれがバラバラになっちゃってそれがスランプになったような記憶が最後の年あるんだよね。うん、で、それはそういうやつるとまあ、まあ早いから多分ないのかもしれないけどそういうのはなかったかなこう上がって下がるっていうのはないかな。上がって下がるというよりはまあ上々に上、うん、々に上がって で、上がった、上がった、上がって上がって、うん、今、最高潮みたいな感じですかね。あじゃ、多分、あれだね、はい、ピーキングってあって、多分、そのピーキングって。でも、まあ、これは、これから勉強する人も。そうだし、まだ受かってない人もそうなんだろうけど。こう、こう来ないんだよね。だんだんこう上がって瞬間に、ポッと上がるっていうのは。やってきて、<ー>それが見えたっていうのが来るんだけど。そう、いつ頃、大体、勉強して思ったんだろう。おそらく、それがあって、受かったと思うんだよね。うん、こうは、こうは変わらなくて、こう来て、こうなんだと思うんだよね。ああ、でも、やっぱり。うん 担当を受かったらまあ、うん、もちろん呼吸にガッて上がるっていう感じですかね。うんうん、じゃあやっぱり何としても担当を受かるってことはまあそう大事なんだね。担当が見えるとやっぱり、うん、そのまあモチベーションは一気に上昇するというか、うん、これでやっと一山を越えた。うん、あとは、うん、まあ選択もありますけれども、うん、論文もやら論文であといいんだ。まあまあそうです。論文でいいんだ。論文をクリアすればいいんだっていう。 まあ一安心感はあるっていうところで、今俄然やる気が出るっていうところはあるのかなと、ね。選択あったんだよ、ね、今ねそうですね。民法でしょ。はい。で民法は結構なんだろうな。あの量多いから、難しいと思うんだよね。あのー。一科目だけど、知財法の一科目じゃない、ウェイトぐらい。民法ってやっぱしあるんで、ん大変だよね。用文、はい、も千条以上あるし、はい、解釈もたくさんあるし。で,ね、で、作っている先生が、あの一人かなんかで作ってるから、自分の好きなところをまあ出すっていう傾向は。 あの特許法からら比べたらすごく多いと思うんだよね選択、うん、科目の勉強ってどういう感じで並行してやってたんだろうあ,あもう何でしょうね特許法の勉強のもうなんか隙間というか飽きたらちょっと民法をやろうかなぐらいな程度でやってたかなまあやってたことはもうシンプルにレジュメを線引0で読むだけだったんですけれどもまあそんな感じ担当というかもうそうですね、うん論文の その直前というかもう論文直前までずっとそんな感じでしたね、うん、もうえっと論文の必須科目まではずっとそんな感じでしたまあちょっとまあ自分にはその法学部出てたんで若干ハンディキャップというかアドバンテージがあったんで、うん、まあちょっとその辺はこうその辺もあったんですけれどもそうですねずっと隙間時間に読んでたという感じですねでまあえーっ 論文の必須科目を終えて初めてその答案構成というか回答の書く練習を初めて、うん、まあ始めたという感じですね、まあ、でもインプットはやっぱりそれでも非常にその何て言うんですかね,うね僕はあの当時の試験だから3科目あの選択科目あったんだけども、はい、逆にぱり選択科目あったのが良かったなっていう記憶は自分にはあるんであ<ー>あの特実にしょったりやると大体なんだろうな。 あの詰まっちゃうところってある、うん、てような感じがして、うん、だけどそれを他の法律スカで見ると結構面白いなと思ったことがあったんだけど、そで,、ね、でそれがだいたい週に1編とか2編ぐらいそれで引って作って、他はずっと淡々とその必須科目をやってたんだけども、<ー>そういう感じなのかな。ああまあそういう感じですか、ね。でもなんか、うん、今と昔だとなんか自分の実感だと、うん、なんか昔の方が選択科目のウェイトが重いから。 なん,<ー>なんていうんですかねなんか熱が入るというかなんか今なんか、まあ、おまけって言って申し訳ないですけども、うん、なんか今ついでっていう感じがしてどうしてもそのまあなんていうんですかね熱が入らないというところもあるのかなっていうのもあったり、うん、あとはどうですかね最近の試験傾向だと全然、うん、特許とは関係ないというか土地の売買とか賃貸借とか、うん、今年は何でしたっけ今年もなんか。 非常に難しい問題こんなの司法試験でも出ないだろうみたいな問題が出たとかいう噂らしいですけれども、うん、なんか全然関係ないみたいな話が出たっていうことを聞いたんで、うん、まあなかなかそういったところでなんていうんですかねまあ昔とはちょっと違うのかなという感じはしますよね。客観的に多分作らない だと思うんだだよねね選択科目は、ねうん、だからそれであるんだろうかなと思うけど選択今まあ免除制ま今、あ、免除制度があって、はい、選択非免除の人がすごく多くて、うん、選択科目かかる人ってかなり不利っていうかさなる可能性が結構あって、うん、でその勉強だけで半年くらい多も違ってくるのかなって思うところあるんだけども、ねうん、だけど割と自分のクラスって選択科目があって民法でそのまま取って1年で受かるとかいう人も結構 いいらっしゃることはいらっっししゃゃるるのね、うん、それどうしがちょっとわからないんだけどもあの帰ってね何だろうなやってた方がいいのかなとは思うんだけどちなみに一日どういうぐらいの先スケジュールで勉強ってやっていたんだろうあ、まあ、ちょっとですねそうですね担当を受かる前と、うん、担当を受かった後とかではちょっと結構違うんですけれども担当の勉強はもう なんかがむしゃらに朝から夜までなんか詰め込んでたという感じです、ねうんうん、過去問ずっと増してたっていうこと、まあ、テキストを午前中は読んで、うん、午後は過去問を読んで、うん、ま,あまたそうですね余った時間でさらにまあインプットするか、うん、論文の勉強をちょっとするかっていう感じでしたね。で受かった後はまはあ、受かった後っていうのはつまり論文の勉強だけしていた時は、うん、そのなんていうんですかね朝過去問って 午前中まあこれ休日の例ですけれども,もえ午前中に過去問を一問解いて、うんうん、午後はもうずっと八時間ぐらいずっとインプットしてたという感じですね、うんうん、なるほどねそうですねやっぱある程度そのなんていうのかな時間を決めてやらないとダメなというところはあるで、ねあまあ、そうですね時間決めてやること大事ですねあとはどうなんだろう量を決めてやったってことありますあ量,もう量を決めて結構やってたんだけど時間がそんなに取れる人ではなかったんで と今日はどのくらいまでやるって量を決めて管理してたんだけども、量管理で結構やったのかなあ。結構やってましたね。そうですね。これ,これ論文の話になっちゃうんですけれども、うん、まあ、そのさっき1日まあ、休日8時間インプットするって言ったんですけれども、うんうん、まだいたい。その8時間で特許の半分。うんうん、衣装全部商標半分っていう。うん あの量は決めてましたね。で、まあ、あと余った時間でついでに、その条約。うん、まあ、もしかしたら、論文でも条約が出るかもしれないから、ちょっと条約をやろうっていうことは。結構やってましたね。で、条約ってどういう対策をやってたんだろうね。僕らの時、ほら、えっ、ー、と、いわゆる論文でも出るんで、とりあえずやってたけども。まあ、論文対策っていう意味でもやってたけども。今担当で十問しか出ないじゃないですか。それ一方で、P. C. D. とか、かなり細かいとこ。まあ、出たりするよね。うん、で、どういう勉強してたら、して、してたんだろう。P. C. D. とかね、特に。 そうです、ね、まあ PCT 一番怖かったんで、うん、その特に規則とかも何言ってるか分かんない、うん、からっていうところもあったのでもう佐藤先生の PCT 道場を取りましたあ,あったのや正れテキスト一冊で、まあ、PCT の規則まで含めたその出願から、うん、えっとまあなんていうんですかね出願から終わりまでっていうところまで、うん まあ網羅されてたっていうところもあって、まあそれで P. C. T. はもう。なんとかしていったってところですね。まあ。後の条約はまあ。なんていうんですかね。後の条約はまあ普通に。テキスト見たのができたと思うんで、うん、まあ大丈夫だったんですけれども。まあ、特に P. C. T. っていうところ。では。そこを。そのテキストをもう担当直前までずっと。使ってましたその道場のレジュメを最後まで。使い。使い。倒しましたね。はい、そうですねちょっと P. C. T. は。うん、得意な科目だし。かつなんでしょうね。テキストが よくないってわけではないんだけどもあの流れがちょっとないような感じで書かれているのが多いので,で、ね、難しいのかもしれないですねそうですね,でねかなり難しいですね BCT、うん、はねでじゃあ,あの今年ね合格したって一番のあ今年も来年の一人去年になっちゃうとかあの受かった一番の決めてって一体何だったんでしょうあ,あ、そうですねもう、まあ、さっきも言ったかもしれないんですけども、うん、やっぱり勉強のスタイルを、うん あの確立できたというか、もうルーティーンがルーティーンがもう完全に決められたルーティーンで勉強できるようになったっていうところがまあ一番大きいのかなと思いましたね。うん、ルーティーン具体的にルーティーンってどういうあの朝起きて何していうことですかねです。朝起きて過去問やって、午後はその午後から午後三時ぐらいから夜十二時ぐらい、まあ夜十二時は極端すぎますけど、夜何時までにもずっとインプットするっていうのを、しかもその インプットの時間をさっき言ったように、うん、その特許の半分やって次は特許の半分やって次は衣装をやって次は商標の半分やって次は商標の半分やるっていう、うん、そのルーティーンを自分の中で完成させることができたっていうのが、うん、まあ非常に良か、ね、かったのなルーティーンにならないでばらばらにやったような感じになってるとなかなか試験って受かりにくいのかもしれない、ね、そうですね。なんかバラバラというか、うん なんかとりあえずもう何か何にまでやってみようみたいな感じになっちゃうと結構難しいのがもう本当になんていうんですかね同じテキストのインプットの繰り返しっていうのがやっぱり一番大事なのかなと、ね、あれもこれもってやるとやっぱし消化できないっていうか基本,基本的にはまあなんだろうな大学にしても同じだと思うんだけどもいろんな講座をとってもほとんどかぶってるんだけどそれ被かぶってると思えないところが結構あってかえって、うん。 マイナスになっちゃうところもあるのかなっていう気はしたくはなくて、同じものをずっと繰り返してる方が。なんか自分も大学受験もそうだけど、良かったような感じがするんだけど、そういうことかな。<laughs> すみません、ちょっと。私大学受験にしてないんで、うん、あんまりよくわからないんですけれども。あまあ、でも、そう、そういうことなのかなとは、はい、うん、思いますね。すねはい。多分、同じこと、まあ、ベンチもそうだけど、同じことを僕も繰り返したって、まあ、最後は、これだけっていうのは、多分、やってたと思うんだけど。 最初あれもこれももこって多分手をつけたと思うんだよねで結果的にそれがうまくいかなくって最終的にまとめてこれだけやればいいっていうのを作ってやってたっていう記憶が僕はあるんだけどもああまあそんな感じですねもうはい、うん。多分それができないでないと結構なんだろうインプットはたくさんやってるんだけど実は消ができなかったっていう人が多いのかもしれない、ね、あそうかもしれないですね。うん、でアウトプットするとき、まあ、例えばトーレンだよねトーレン受ける時に何か気をつけたことってあります、うん、あ気をつけたこと、うん、そうですね もうが終わって、うんうん、例えばもう、ま、担当だったら、うんま、担当でも論文でも一緒だと思うんですけども、うん、できなかったところに対して、うん、その自分の手持ちの教科書なり入れ締めなりにできなかったことを書い,て、うん、書いたり隙間に何、まあ、て言うんですかね 教科書とか絵締めの隙間に書いたり、まあ、あと付箋で書いてペタッて貼ったりして知識の穴を埋めるというんですかね、うん、自分こんなにインプットしたのにトーレンでは解けなかったとっいうものを、うん、とにかく自分の手持ちのテキストに埋めて補って、うん、まあすぐそれをもうトーレン終わっても2日3日ぐらいでやってたという感じですかね。うん、そそううですね,やっぱそれでねその繰繰りり返返ししが絶対必要ななんだろうな反復繰り返し、うん それもそれも基本的な事故の反復繰り返しっていうのは多分一番必要でっていう感じはするんだけどどうしても手を伸ばそうとする人がたくさんいらっしゃるのは本当のところで帰って長くなっちゃうような気がするんだよね、うん、だそ,そこまで多分要求してないしそこまで深いことは多分試験には多分出てこないんだと思うんだけどね、うん、割とねで,で一番最後になるんだけども今後の目標ってどういう目標があるんでしょう目標ですか、うん、そうですねまあち 知的財産法ですね弁理士が取り扱う知的財産法はまあ非常に今んていうんですかね弁理士試験通して面白かったなと、まあ、自分は法学部出たんですけれどもまあ法学部入った時になんか法学ってなんかもっと面白い学問なのかなと思ってそのなんていうんですかその現実のギャップとの なんてに悩まされた時期もあって、うん、法学嫌いになっちゃったんですけれども、うん、なんか弁事試験やってて知的財産法ってあ自分が一番勉強したい法律ってこれだったんだなっていうのを、うん、なんか初めて知ったんですねなんて言うんですかね、うん、そういったことを思ったんで、まあ、なんか今後もなんて言うんですかね知的財産法を極めていきたいっていう、まあ、思いがありまして、うん、まあ弁理士を単にやるだけじゃなくて、うん、なんかもうちょっとアカデミックな方向にも進めたらいいな っていうことをちょっと考えてるんですね。あ<ー>まあ要は本を書ける弁理士みたいな。あとは大学院にも行くってことか。ああまあそうですね。大学院も行きたいですし、うん、あとちょっと英語力足りないんで、まあちょっと英語を読めない英語できないとまあ実務もそうなんですけれども、はい、まあ論文もとか外国の判例読めないじゃないですか。うん、だからその英語力もまず鍛えないといけないなっていうところはありますね。うんうん、であとはまあ当然なんですけれども、ちょっと自分もこの後この後というかまあ今内定決まりましてこの後、うん 事務所で働く予定ではあるんですけれども、うん、ま,まずはそのまあ事務所でその活躍できるっていうことはまず第一にしたいなっていうところは、うんうん、まあありますね。そうですね。まあ、なかなかね大学院に行くと面白いと思うんだよね。僕も分かった後に行ったんですけど、うん、まあ結構面白かったなっていうのはすごくあって、結構アカデミックで面白かったなっていうのがあって、受験の時に気づかなかったことが結構気づいてよかったなっていう気はすごくあるんで、そういう人がどんどん出てくるといいかなと。まあ特に。 学、まあの場合ほ、まあ、あの法文系でそのあとじゃあ法学研究科とか行くのかなそうです、ね、あるいは、えー、と知財専門宿大学院とかそういう感じになるのかな、はい、そうですねすごく面白いなと思うんだけども理系の方もね法,理法学部行ったりとかあるいは法学研究科行くと、うん、すごく面白いと思うんだよね、うん、結構いらっしゃるんだよね向かった後にあとに法学部行ってる人って。あそうなんですすか、うん、で学び直すと結構 具体的に見えてててきたりすることがあっっ、うん、面白いなって思うんだけど、ね、でそういう先生,先生が増えてくると知名人のチーム上がるような感じが個人的にはするんだけどね個人的にしていや少なくても民法ぐらいは知ってようねっていうのがあの特に弁護士さんと一緒に仕事したりするとあって、うん、そういうのやっぱ知った方が全員知ってた方が業界としてのチーム上がるのかな<ー>って気は個人的にはやっぱしちゃうんだけどね。うん、特に 法律科で言ったらそういうことをらいは知ってようねっていうのを余計やって、うん、でそれがまあなんだろう面白いなあっていう気はするんだけど、うん、それが目標ですね。あそうですね。すねはい。でこれからじゃあ受験する方へ最後にねメッセージなんだけどなんかありますかね？一言メッセージをお願いします。そうですね。あの弁事試験っていうのは非常に、うん、まあシンプルな試験だと思うんですね。うん、まあシンプルに。 まあ勉強した量に比例して、まあ、点が取れる試験なのかなと思いますので、うん、まあぜひとも皆さんその、まあ、センスとかなんか苦手とかそういう意識を先入観持たずに何、まあ、て言うんですかねチャレンジしてほしいなというふうに思いますの、ね、もうじゃんじゃんインプットして生きて、えー、じゃんじゃんそのインプットしてほ、えー、しいなというふうに、えー、思いますね。 今日、ね、聞いていただいた鶴田君の話にもあるんだけれどもこの試験ってちゃんとやれば受かる試験で特に何だろうな頭が良いとかあるいはその,あのすごく、まあ、知的なこうあれがあるからできるっていうんじゃなくってちゃんとやったとおりちゃんとやれば必ず誰でも受かる試験だと僕もこれ思うんですねだから是非ですねこれを聞いてまあ今日いろんなことを語っていただいたと思うんですけどそれをヒントとしてあのまあ業界にまず 入ってきてきもらいたいっていたうのはまず一つねですねでやっぱり今受験生がすごく減ってるっていう状況があるんでできれば多くの方にまずこの資格を知ってもらいたいですね。で知ってもらってできればあのこの業界内に入ってきてもらってこの本当にも面白い世界なんでいろんなことをやってもらいたいと思うんですでいろんなまあ情報ってネットにいい悪い情報載ってるかと思うんですけど悪い情報とも一面なんでいい情報も結構あると思うんですよ。で実際上あるんですよね。でそれを入っってこないとやっぱ分からないいやぱから思うんでねぜひ あのな入ってきてもらって、まず、まあ、受講してもらいたいと思うんですね、そして、あのまあ、いい紅しにっていう言い方はちょっとあるかもしれないけど、これからの弁理しにぜひねあの、いろんなことをやってもらいたいとかがたくさん、まあ、業界も含めてあるんだと思うんですよ、ぜひそれにチャレンジあのしてもらいたいと思うんで、そのためにはまず試験を受からないといけないんで、きたいと思っておりまょ今日は本当にどううもありがとございいましたはどうもありがとうございました。